朝ね、母親がブルーベリーを取ってきましたね。まあ、私もこれからちょっと草引きに行こうと思います。今日は大変いい天気になりましたね。気温も上がりそうですが、畑の方はですね、草が大変な勢いで伸びてますのでね、ひたすら手作業で草刈りをするという、そういうことですね。今朝はね、これ母親がもう取ったのでラビットアイ、実っておるものが特にありませんが、ただもうラビットアイの方にね、そろそろ主力が移ってくるわけですが、まあ、この雑草ですね、草刈り機が壊れたということもありまして、だいぶ作業は遅れていますね。まあ、地道にやるしかないということですが、まあ、その草刈り機が壊れたっていうのもあるんですけど、この赤しそが出ているんですね。でちょうど梅干しつけてるもんで、このしそだけ残してやろうと思いますと、まあ、手作業っていうことになるんですね。まあ、非常に能率の悪いことをやっておりますですね、全く採算性はないという、ことなんですが、まあ、採算性ということでね、ちょっと、まあ、ある意味残念な出来事ではあるんですけど、昨日網にね、あれがかかってたんですよ、鳥が。何だったかな、あれは。ヒヨドリかな。で、まあ、ちょっと、まあ、解放はしてやったんですけど、まあ、先ほどお亡くなりになられたということで、埋葬いたしました。まあ、彼らもね、生きていくために食べていかなきゃいかんということで、まあ、私たち農家もね、生きていくために、食べていかなきゃいかんということで、まあ、お互い非常に苦しいところですね。本当に何て言いますか、この世は苦のシャバと言いますか、みんなね、生存のこの可能性っていうんですか、それのためにですね、必死になっているわけですね。結局ね、シソだけ残してその草刈りをするというのは非常に非能率的だということが分かったので、もうシソも一緒に刈っちゃいまして、まあ、ここで育てるというのはね、ちょっと諦めまして、まあ、これは梅干しにね、つけてしまいたいと思いますね。まあ、あとはちょっとこのね、ブルーベリーの様子を見て終わりにします。この木はかなりなってますね。これはまあなかなかラビットアイの醍醐味という感じでしょうね。こうやって枝が下がってきますよね。時間もですね、これ昼の10時ということで、まあ、日陰でやればいいんですけどね、まあ、かなり暑いので、まあ、このくらいにしますね。以上でございます。